11月3日、谷川岳インフォメーションセンターです。谷川岳に登る予定でしたが、一ノ倉沢の紅葉がすごく綺麗なので、今日はそちらの方に向かって歩いていこうと思います。今回は谷川岳インフォメーションセンターをスタートし、ロープウェイ駅から一ノ倉沢まで行き、さらに芝倉沢まで行って折り返してきました。ロープウェイ駐車場はもうすでに満車。本当に紅葉がいい時期ですね。いた。紫式部ですね。朝から本当に綺麗ですね。谷川岳に向かうロープウェイですね。そこから買っていきます。こちら星野リゾートにロープウェイはなりましたね。こちらがロープウェイですね。ベースプラザですね。道断ツツジですね。さあ上がっていきましょう。綺麗ですね。車はここでおしまいです。カモシカさんですね。本物みたいです。一ノ倉沢まで徒歩で50分って書いてありますね。今日はこちらですね。行きます。今息子はこちらから谷川岳登り行っちゃいました。どんどん上がっていきます。本当に天気がいいですね。鳥がいます。わかりますかね。だんだん上がってきました。天国にいるようです。最高だ。まだお花が咲いてくれています。日本三大急登の西倉尾根ですね。ここは結構きついでしょうね。上がってる方たくさんいます。私は今日はのんびり最高の紅葉を楽しもうと思います。落ち葉の音が最高です。この側面は結構苔がですね生えていていい感じですね。だいぶ来ました。ここまで来ました。ここから谷川岳まで行きます。川の音が聞こえますね。いやなんでしょうか、この美しさ。美しい。町ヶ沢ですね。谷川岳が綺麗に見えています。周りの山も美しいですね。ここに昔宿があったんですね。町ヶ沢まで来ました。ここから谷川岳まで 3.2 キロ。ここからも上がっていけるようです。行けるところまで行こうと思います。ここはブナの森なんですね。樹齢200年後のブナ。
無駄という字の無には無駄のない木という意味があるようです。沢が近づいてきました。山もね見えてきましたんで、もうちょっとで一の倉沢ですかね。不思議な冷気、涼しい風がぐーんと上がってくるようですね。夏じゃないのでちょっとわからないですね。月様がまだ見えています。すごいな。どうやって上がるんだこれは。うちの倉沢にはトイレがありますね。結構人がたくさんいます。一の蔵ですね。かっこいいな。また時間があるのでクライマーの散歩道へ向かいましょう。この先は芝倉沢まで続いてるんですね。こちら、この先はアスファルトじゃなくなりましたね。なかなかいい道ですね。クライマーの散歩道。ここにはいろんな記念碑がありますね。いやー素晴らしい、素晴らしいですね。天文ですかね。標高885m、芝倉岳まではあと2キロですね。ここも絶景ポイントのようです。あーいいね。ブナの雫です。今回は山マップと連動させてるのですごくよくわかりますね。新道の方に降りていけるようです。我々はあと15分ぐらいでしょうか。ここはちょっと唯一の危険なところでした。この道をずっと行ってここでゴールです。
到着です。どん兵衛とおにぎりを食べます。ご飯を食べたので戻ります。この先は急に道が登山道のようにですねなるんですね。戻りましょうか。秋ですね。だんだん光が入ってきましたね、さっきより。川が見えました。これはすごいな、天国だな。あ、すごい、みんな楽しそうだ。本当に美しいコースだな。やっぱクライマーの散歩道って名付けたね。よりも光がたくさん入ってきてキラキラしていますね。もう少しで一の倉沢です。のクラスターまで帰ってきました。バスが、電気バスが、かわいいバスが来ましたね。人がたくさんお昼ご飯を食べています。500円で乗れるようです。みなかみハピネス計画。無事駐車場まで降りてきました。この辺の紅葉も最高ですね。今回は2回目の一の倉沢でしたが、今年も良かったですね。今年は猛暑だったんで、普段はもう少し早いんじゃないんでしょうか。今日11月3日でしたので、普段だと10月の20日ぐらいなんじゃないのかな。いや、ぜひ良かったので皆さんも一の倉沢行ってみてください。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。素敵なラピエールです。素敵です。美味しいピザ屋に来ました。ラピエールですね。ラピエールマルゲリータとマリナーラと一番人気のラビエールですね。これを頼みました。マルゲリータが来ました。美味しそう。マリナーラが来ました。これ一番大好きです。好き？いや、なんかちょっと最後ジェノベーゼが来ました。